はい、それでは4回目、平和主義の意義と日本の役割というタイトルでやっていきます。学習課題です。平和主義を掲げる日本が担うべき国際社会での役割とは一体何かということですね。平和主義ってとても大事だと思います。これは自由にですね、戦争してはいけないということを、権力者に対して憲法が命令しているということですね。なので、憲法9条というのは実は2項あって、1つ、第1項目は平和を戦争放棄するということですね。戦争放棄で、第2項ですが、これは陸海空軍その他の戦力を保持しないというものですね。だから1項目の戦争放棄については実は多くの国でも賛成していて、問題はないと。ただ、2項目が実は、非常に大きな問題があって、その軍を保持しないと言いつつも実は自衛隊を持っているということですね。で、これは軍隊ならば憲法違反である。だけど、じゃあ軍隊を本当になくしていいのかとか、そもそも自衛隊はどういう存在なのか、で、これが議論になってくるということですね。法的に、言って、この自衛隊の規定をちゃんと入れる、もしくは改正する、いろいろと案があるんですが、これもちょっと含めて見ていきたいと思います。まず1、憲法9条です。これはとても議論の的になるもので、自由民主党でも憲法改正っていうのを党の、目標にしていますが、これについて一番の焦点になっているのはこの憲法9条の問題だと思います。憲法改正論者の中ではいろんな条文の改正論者がいると思うんですが、憲法9条というものについて、これはやっぱりちゃんとした憲法にしておくべきだっていう人が多くて、一方で、この憲法9条をしっかり守ろうという人たちも、非常に多く、いるということですね。で、憲法9条に何が書いてあるかというと、さっきも言いましたが、平和主義です。戦争しないと、戦争放棄しますということですね。で、2つ目が戦力不保持ですね。で、交戦権の否認です。だから基本的には軍隊も持たないし、どこの国とも戦わないという宣言なわけですが、一方で自衛隊という組織を持っていると。じゃあ自衛隊というのは軍隊なのかどうかということなんですが、今のところ政府の見解は、必要最小限度の実力を持っているということですね。だから戦力と言わずに実力というふうに言って、これはあくまで憲法の範囲内で使えるものです。だから自衛隊は軍隊ですかというふうに聞かれると、政府の答弁では、おそらく軍隊ではないでしょうというふうに言うと思います。見かけはもうみんな軍隊っぽいなというふうに思ってるんですが、軍隊って言ってしまうと憲法違反になっちゃう。だから軍隊ではない、実力組織であるという形に、今はなっています。で、これをしっかりと自衛隊を軍隊として認めて憲法を改正するんだという人たちと、いやいや、こういうふうに軍隊を認めていくと、どん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 戦争ができる国になってしまうので、この憲法をきっちり守る、だから自衛隊も縮小していくんだというふうになるのかな。憲法を守っていくという人たちと、それ以外にもいろいろ見方はあると思いますが、議論になっているところです。で、さらにですね、もう一つ、実はここの問題で、ややこしくしているのが、2番目の集団的自衛権の問題です。集団的自衛権というと、もうこれ、集団的じゃない自衛権もあるんですね。これ、個別的自衛権と言います。自分がこれ攻撃されたらやり返す。これが個別的自衛権で、自分の友達、仲間がですね、攻撃された時に、自分も危ないかもしれないと思って、すごく仲いい仲間を助けるために、こう戦争に入っていくっていうのを、この集団的自衛権と言います。で、これ、交戦権否認してますので、我々は
個別的自衛権もないかっていうと、実は日本の立場ではその立場を取ってません。個別的自衛権っていうのは正当防衛にあたるものですね。自分が攻撃された時にそれを跳ね返すことができる。でこれは憲法とかに書かなくてももう誰しもが備わっているものだから、公選権否認とか戦力不保持とか言ってるけども、自分で自分を守ることはもう当たり前の権利だ。だから個別的自衛権はあるという考え方で、日本を守っているということですね。ですが集団的自衛権となるとこれちょっと怪しいなということで、日本ではかつてまではこの集団的自衛権を認めない、日本は認められてないということですね。で、問題なのは日米安全保障条約、これ日本が独立すると同時に、太平洋戦争でね、GHQ に占領されて、その GHQ の占領下から解かれた時、日本が独立した時に同時に結んだのがこの日米安全保障条約ですね。でここでは日本が攻撃された時にアメリカは日本を守る、その代わりにアメリカに基地を貸すという感じですね。日米、共同で防衛していくということなんですが、じゃあこの条約にのっとって、アメリカが危機的状況になった時に日本はそのアメリカを助けるのかどうか で基本的にはこれはなしだったんですね。はい。ですが、湾岸戦争という戦争がありまして、1990年代に入ってからありまして、そのもう20世紀末ですよね。この、戦争で何があったかというと、アメリカが国際社会に訴えて、仲間を募って、イラクという国が侵略行為を行っているから、このイラクを倒すためにみんな来てくださいって言ったら結構な数集まったと。ただし日本の場合は集団的自衛権がダメだから、お金を出すということで解決をしたということなんですが、国際社会からは非常に批判があって、人の命を、お金で買う日本というイメージを持ったと。非常に多くのお金を出したんですけども、それで逆に批判を受けてしまったということですね。はい。なので、これ何かしら日本の中で、自衛隊を、外に出していく必要があるんじゃないか。国際貢献のために、自分の国を守るだけじゃなくて、他の国を守るためにも、これ、日本の自衛隊を出していくべきなんじゃないか。ということがちょっとずつ出てきました。これはだから、後の湾岸戦争の後の、アメリカ同時多発テロ、それからその後の、イラク戦争、こういったところでもアメリカ主導で戦争を展開しますので、その時に日本にちょっと出してよということで要望が来ました。これについては一個ずつですね、テロ特別措置法だとか、それからイラク特別措置法という特別の法律を国会で通して、その都度自衛隊を派遣するという形になりました。しかし、2015年にこれは安倍晋三内閣の時に法改正がされて、集団的自衛権を限定的に認めるということになりました。はい。集団的自衛権については、日本が危機的な状況で、他になんか手がないという差し迫った状況にあるときに、他国を、その国がこうやられることが日本にとって非常にこう不利な状態だという、こう限定的な状況ですね。そういうときに、集団的自衛権を認めることができるというふうに法改正が、されましたということですね。はい。で、自衛隊の問題については、例えば国際貢献活動をね、海外でやってるわけですけども、これはPKO 協力法っていう法律ができまして、で、この PKO 協力法ができた理由っていうのが、さっき言った湾岸戦争ですね。お金だけ出して人を出さない。お金で人の命を買うと批判されたときに、何らかの形で自衛隊が海外で活動できる場を作らなければいけないというふうにしてですね、これを
法律作ったんですね。 PKO っていうのはピースキーピングオペレーションなので、これはあの国連の平和維持活動なんですが、国連というものを通じて、日本の自衛隊はあの戦争ではない、もので、例えば道路を整備したりだとか、あの水道を引いたりだとか、そういった活動に従事するようになりました。はい。それから核兵器と日本なんですが、日本はあの佐藤栄作という総理大臣の時に非核三原則というのを示しました。まあ、これは被爆国であるがゆえに、世界に発信したものでもあります。核兵器を持たず作らず持ち込ませずですね、他の国から、自分で持つこともないし、自分で作ることもないし、誰か買ったりすることもない。であと他国が、核兵器を持って搭載した船をですね、日本の近海 に領域内に入れる、これもさせないということですね。はい。こういった形で日本の、役割というのは、平和を、世界平和をね、作るためにいろいろとあの日本の役割が、求められた役割とか自分で作る役割とかいろいろありましたよということになります。はい。では学習課題の平和主義を掲げる日本が担うべき国際社会での役割とは何か、それぞれ考えて、答えを出してみてください。以上です。